まあ、ということでね、はい、私の抱負も語り尽くしたところで熱い抱負も今全部語っちゃったから、語ってましたね、うん、同じことはもう二度と言わないからもう今年の抱負言わないよもう言っちゃったもんだって言っちゃったね、言っちゃったからどうしよっか、ここからここからもうしょうがないよね私の抱負が終わったっていうところから始まるしかないよね。そうだね。でその部分が知りたいっていう人は、うん、どうしようかだって録画もないんだよ。それはちょっとね、うん、もうしょうがないね、しょうがない、しょうがない。でも二度と時間は巻き戻すことができないから。そうですよねそうなんですよ、時間って巻き戻せないから厄介なんですよね。時間は巻き戻せない、うん、うん、そう、巻き戻せない、巻き戻すことはできないけれど先へ進むことはできるよ。そう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 、そして初心に帰ることもできるんだ。そうということで、私の今年の抱負は初心に帰るでした。なんかクエスチョンの正解みたいな感じ、正解はみたいな感じですが、まあ、あれですよ、昨年1年間をこう振り返ってみたら、昨年はやっぱり去年の放送の中でも言ってたけど、今まではこう当事者さんに向けてメッセージを届けるっていうのが中心だったけど、去年はそれを一つの柱として、もう一つの柱に一般の人たちにこの見た目問題をどう理解してもらうのか、そこにどう広めていくのかっていうのにも力を入れる2本柱でいきますと言っていました、うん、で確かにね、そういう感じだったと思います、去年は。でそんな1年間をこう振り返りつつ、こう、私はこの活動を始めた時にどんなことを思ってたのかなっていうところまで振り返って考えてみたところ、たどり着いたのが、見た目問題を解決し、誰もが自分らしい顔で自分らしい生き方を楽しめる社会を目指すっていうことですよ。素晴らしい NPO 法人マイフェイスマイスタイルの、本当ですね、もう一番最初設立の時に掲げたスローガンです。そこに立ち戻るというか、それをもう一回こう強く、自分が最初に思ったのはこれだっていうところに今年はやっぱ力をね入れていきたいと思ってるわけです。なので、まあ今までのようにこうね、当事者さんとみんなと、今度今年も新年会やってないけど忘年会だ、去年忘年会やってね、でまたそういう飲み会とかでみんなで会ってわーって騒ぐのも楽しいし、当事者さんもこの番組も当事者さんをゲストにお迎えして、今までのようにこうその人らしい生き方みたいのをお届けするっていうのは、引き続きそういうことをやりながらも、今年はですね、その見た目問題を解決して、みんなが自分らしく生きるっていう、そういった社会を目指していこうというようなところに力を入れると、そういった活動をやっていきたいと思っているわけです。なるほど、はい。ちょっと普通の人も呼びたいよね。普通の人も呼びたいね。なんか見た目問題知ってましたかみたいな。いいねなんでここに自分が来ちゃったのぐらいな感じの人でしょ。そう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 、でそういう人を呼んでさ、うん、でどうよ見た目問題どう思うみたいな感じのことをやってみたいね。そうだから、こう普通の人から見たみたいな、ね、見た目問題とかね、そうで今までそういうの考えたことなかったみたいな人を呼んで、うん、なんでみたいな、ね、そう知って、うん、どう思ったみたいな、ね、うん、そうそうそう、そういうのやりたい。そうだね、街頭インタビューとかしちゃおうか。いいかもね、全然知らない、ちょっといいですかって言ってテレビ風ででしょテレビじゃねえのはいみたいな感じでしょ、うん、これちょっと郵送で出すんですけどみたいないいね、そうそうやってみて、そうアタックかけて、なんかね、きっとそういうところにね、こう見た目問題を解決するヒントみたいのがね、糸口がねあるような気がする。ありますよ、こう視野をこうガッと広げるみたいなね、うん、そうそうそう、そういうイメージで今年はやっていきたいと思いますね、うん、だから私あれだよ、今まではこう見た目問題活動家みたいな感じだったけど、うん、今年は多分見た目問題ジャーナリストみたいな、うん、ジャーナリスト宣言みたいな。ジャーナリストジャーナリストって何する人なんですか。見た目問題をこう広くみんなにこう伝えていくわけだからさ、ジャーナリストっていうのはさ、うん、こう世界中のあらゆるこう出来事とかさ、事象とかをこうね、いろんな人たちにこう伝える仕事をしているわけだけども、なるほど、ね、伝えるだけじゃダメなんですよ。なるほど、伝えるだけではダメで、うん、その伝えたその問題にみんなが気づいて、うん、でその問題を考えるようになって、うん、
なんとかしたいっていうふうにこうみんなの心を揺り動かす、うん、そういう人がジャーナリストだと私は思ってるわけです。そうなの、うん、だってさあのなん戦争とかああいう戦争戦場ジャーナリストとかいるじゃん。いるね。あいつらちらって戦争があるんだよっていう事実を伝えるだけじゃなくてさ、この内戦をなくしたいとかさ、この戦争によってこう、うん、なんていうの生まれてしまった悲劇をどうにかしたいっていう思いを持って、それジャーナリストな、そう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 伝えてくるわけじゃん。みんな命をかけてだって取材をしてさ、命をかけて全世界に今起こってることをみんな知ってくれってやるわけじゃん、うんうんうん、それでまあ結局見た人たちの心をこう揺り動かすっていうような、うん、そういう仕事なわけですよ、うん、っていうかそれが本当のジャーナリストだと思うわけ。じゃあ今年は揺り動かしちゃう的な、今年はこのマイフェイスマイスタイルをね通じてこう全世界に見た目問題を発信して、うん、それを聞いた人たちが見た目問題ってなんだ、うん、それはどうにかしなきゃいけないっていうふうにこうみんなが思う、こうガッて、うん、そういうそういうふうにしていきたいわけですはいね、うん、そんなことを今年のお正月にこう考えたわけですよ、うん、元気だったね。だから123と、まあ、123っていうか、まあ、正月になってからずっとね今年はそれでいくぞみたいな、お力強くこう思ったわけです。今年4月もう4日から仕事してっからさ、4日から仕事始め、仕事始め4日からだから、うん、偉いですね、うん、123はどっちかってねぼーっとしてた、あーぼーっとはーはーみたいな感じで、うん、なんかこうもやもやってしてって4日からこうスイッチパチッって入れて、うん、あるんですかスイッチ、やる気スイッチがやる気スイッチか、やる気スイッチ、やる気スイッチオンっつって、あそうチーフに入れてもらったの、うん、チーフかどうかちょっと分かんないけどね、あみーちゃんに入れてもらったにゃにゃっつってにゃ入れてもらって、入れられちゃったみたいなあそこをされちゃったか、そこをされちゃったら今年は頑張るしかないなみたいな、そこやる気スイッチだったんですけどみたいな、そうそのやる気スイッチを押されたんで、うん、もう4日からやってるからもうこっちもハイテンションだよね、うん、もう世の中まだだってさ4日って動き出してない、動き出してないよまだみんな、うん、そんな時にお正月です、もうやるかっつって始めちゃったから、うん、6日にみんながさ、うん、いや仕事始めですねなんてテレビ言ってたけど、何言ってんねんもうこっちはもう一昨日からバリバリだよとかって思いながらやってたわけですよなるほどテレビに向かって文句言いながらね、芸人が今日から仕事始めだよとかって言ってだって、うん、もう1月休んでらんないんだもん。マイフェイス編集作業ね、原稿執筆編集作業、マイフェイスって今言葉が出ました見た目問題総合情報誌マイフェイス、見た目問題総合情報誌マイフェイスボリューム007 2014 冬号ですか、そう出る、そう出る出るっていうか出すためにもうやるしかないよね、もう、あもう忙しいとか言いながら、あちなみにそれ何パーくらい出来上がってるんですか、まあ2月くらいまで冬なんですけど、冬だから冬中には出るよ、2末末なんだ、1末目指してるから今月末こう目指してるから、あと21日間くらいですか、うん、まあ、今でもみんなにこう原稿書いてもらったやつとかを、うん、なんていうのね、うん、書いてもらって、うん、自分の原稿も、うん、泣きながら泣きながらって言いながらやって、まあ、もう本当にもうって言いながらそんなことやってたわけ。あそうで来週ね、そうそう、はい、あのほとんど告知してないけど、はい、来週写真展やるのよ墨田区でね。え写真展やるんですか墨田区で、墨田区の地元で、はい、あもちろん皆さん来てもらって全然オールオッケーなんだけど、うん、どちらかというとこう地元の人たちにあの知ってもらおうっていう、うん、まあ、イベントなので、うん、まあ、あんまりちょっとあのこう全国配信はちょっと力入れてない感じなんだけど、本当に地元の人たちにこそ知ってもらおうっていうイベントなので、はい、地元重視で、まあ、ちょろっと宣伝しますか。あのね、墨田区のユートリアっていうところで、17、18、19かな3日が見た目問題写真展やります。前にさ2011年キックオフやったでしょ、はい、あそこで
前にあったんですよ、そういうイベントが。前にあった2019期候補ってイベントを、はい、マリンさんとこう最初にね、仲良くなったきっかけになったイベントなんですけど、それをやった同じくユートリア の, あの玄関ホールのところで、はいはい、やります。やりますか。やります。17日17、18、19。何時オープンですか。10時だったかな。おお朝10時から夜7時とか8時とか。配管無料。無料、無料です。どなたでも、まあ、さらっと入ってさらっと出てきる感じかな。そう、墨田区ユートリアとかでググればあの場所は出てくると思いますよ。なんちゃらセンターみたいなの出てきます。墨田障害学習センターとかなんかそんなようなところ、うん、そんなとこです、うん、でやります。うん、ちょっと偏僻なとこだけどね。でその準備、うん、その準備もしなきゃいけないでしょ、うん、で写真の新しいパネルも作んなきゃいけないから、それの撮影とか、うん、そういうのの打ち合わせもしなきゃいけないし、うんうん、全然休めないのはい、去年年末何日まで働いてたんですか。28、29、30。いや、ギリギリまでやってたよ結構。いや、いや違うよ、31までやってたよ。31まで原稿を書いてた。やってた、31までやって、うん、ほいでもう31まで頑張って、うん、約正月ぐらい休もうって言って、うん、1、2、3だけ休んの。なるほど、うん、じゃあ年こう DVD へーへーへーって見ながら、うん、年越して、年越して 1、2、3 もへーっとして4日でパチって、そんな感じ。なるほど。 あとね、新しい新企画もあるしね、うん、ちょっと動画系の新企画も、動画系の新企画も、まあ、去年 の, その12月から動き出してるんだけど、それを皆さんに多分アップ、ホームページとかでアップしていけるのが多分、まあ、今月とか来月ぐらい、うん、でそれが動き出すでしょ。あともう一個ね、ちょっと違う、まあ、系、やっぱり見た目問題なんだけど、もしかしたらちょっと違う雑誌の立ち上げとかにも携わるかもしれない。いろいろ指導してますね、うん、マイフェイスマイスタイル、うん、休んでらんないね。休んでらんない。まあの年末年始何してたかちょっと聞いていただいてよろしいですか年末年始、はい、な何してらっしゃったの。年末年始ずっと仕事してました。眼鏡下水の会のここにもいましたよ29、30、31、1、2、3仕事してました。1、2、3も休んでない。ずーっとパソコンとにらめっこ。好きだねね、うん、でも追いつかないんだもん、仕事が。そうでしょ。そうなの。私もだってさ、働きにもさ、うん、行かなくちゃいけないしさ、うん、会員のこともやんなくちゃいけないしさ、うん、いっぱいいっぱいだよね。もうね、なんかね、24時間短い、うん、まあ、24時間は24時間でいいかなもうちょっと欲しいね私。だからまだ私ぼーっとする時間がないね。ここお正月ぼーっとしてないの。うん、1ヶ月11月の中旬下旬くらいからぼーっとしてない。ぼーっとしよう、たまには。そうなんだよね。いつでもね、間に合わないんだよ。でもでもね、そうなんだよ。お正月私は3日間ちょっともう絶対休もうと思ったから休んだけど、うん、ほぼ土日もないからね。そう、こっからはもう多分12月31日まで。なんかさ、うん、どうやってぼーっとしようしたらいいのかが分かんなくてまあお正月っていい機会なのよ、みんなも電話してこないし。油断してるとさ、もう電話もさ、いっぱいかかってきたりとかメールとかかかるじゃん。だからまあ、でもメールチェックぐらいしてたかな。お正月でいっぱい溜まっちゃうから、もうなんかそういう人。でもあのでもやっぱり NPO 関係の人、31日とかにメールくれた人とかいたよ。あの活動関係で、はい、31日までお互い様にやってんだねとかと思ってさ、やっぱやってるよ。だからうん、うん、しょうがないしょうがない。まあそんなこんなだね。ね、頑張ってますね。頑張ってます。私たちね、すごい頑張ってる。広まりますかね、世間に。うん、まあうん、まあ広がってるしね。広がっちゃってるよね、案外。案外広がってるからね、もう、うん、そこ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 、まあ、まだもちろん知らない人とかもいるけど、うん、NHK 出たからね。そんなこと
もありましたね、昨年。昨年の11月頃ね。はい、で言ってなかったけど、うん、親戚のおじちゃんとかが見たらしくて電話かかってきたから。あ、本当に。見た人を見つけたらしいよ。うん、あの中から中から中から。中から戸川ひろこと出ていないのにもかかわらず、うん、これは押し上げのひろこちゃんだと。お前出てたなテレビにみたいな。よく見つけたね。黙ってますけどね。よく見つけたねって思ったけど、うん、うん、そんなこともあったね。今年も出たいね。あっちこっちね。出るよ私は。出るんだ、出る、出ると宣言なんだ。出る出る。私も出る。あ、だこ今度こそ私を出せ。今度こそ、そうだ、今度こそ私を出せね。そうだそうだよ、そうしよう、そういう風に頑張ろう。私もなんかありますかね。あるでしょう。やりましょうよ。今年はね、あの面白いことやりたいから、うん、去年は結構どっちかっていうとこう真面目より真面目な活動っぽい感じの、うん、活動だったね、うん、やったけど今年は、うん、いいのっていうようなこととかやりたいなと思っていますよ、うんうん、まあ、まずマイフェイスですね。あと21日でもう地球滅亡までだ。地球滅亡まであと21日頑張って仕上げていきたいと思います。絶賛受付中でしょう。あ、受付はもちろん絶賛受付中でございます。全然、うん、じゃん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 クリックしてください。本当だよ、じゃんじゃん。もうおいくらですか。え、一部600円となっております。じゃんじゃん600円入れちゃってください。一部600円になっております。簡単だよね。もうもうポチッてするだけですから。ポチポチッみたいな。そうそうそう、そんな感じ、そんな感じ。そんな感じで入力してポチッみたいな。お一人でも多くの方の予約をお待ちしております。ですよ、ガンガン売ろうね。うん、うん、そうなんだよ。引っさげて引っ下げて、もうあれだよ。マイフェイス。なんだっけ、富山の薬売りじゃないけどさ、うん、ごめんお片手にさ、こんなのいらんかねって。安い安いよ。いやもう今あのちょっとその東京の墨田区ってところから来たんですけどって言ってあれでしょ、なんかちょっとこの立ってるおじさん隣でちゃっかり立っちゃうんでしょ。ちゃっかり立っちゃう。立っちゃう立っちゃう、こうやって一緒にどうもーって、どうもって言って、でこう海外にいる人が間違って、はいこっちですねって言って、あー全然600円です、どうもーみたいな。やってることは大体一緒なんで。こうあれでしょ、池袋とかに立ってるおじさんの隣に昔出たから知ってるよ、ね、でそこのページなんか開いちゃってなんかでもみんなが間違っちゃうような感じで広げてね。ね、こういうふうに言っちゃおうか。うん、いいね、それであるよね。あれだね。なんだったらおじさんに売ってもらうとかね。ダメだよ。おじさんの持ってるやつにこっそり入れちゃう。ダメ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 。それしてもおじさんにお金入らないから。入らないから全部こっち入ってきちゃうから。あ、いやいや、ちょっと何、クラスメートとかに声かけてみますとか。何がだろう、何がだろう。でも0分前だから、あ、マイフェイス振り付けちゃえ、ね、あのね、もうちょっと振り付けてしまえ、ちゃんともうちょっと編集とかが進んであのこうほら、そうするとちょこっとずつこう見せられるようになるから、うん、こんなチラ見せみたいな感じでさ、うん、そしたらますますこう、あ、こんなのが出るらしいよとかってね、売りつけてしまえ。よし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 って感じね。一部600円安いよ。600円だよ。私結構いろんな人に売ったよ。売ったね。すっごい押し売りしたもん。なんかとりあえず600円ちょうだいとか言ってよ。何でもいいからとりあえず600円ちょうだいって言ってね。うわ、なんだろう、みんなもう、ね、住所と名前書いて、はい、ありがとうございましたみたいな。何何みたいな。新手のなんとか商法みたいなもんだよね。でも何も聞かれないよ、まだ。何も届いてないんだけどって、まだ。いい人たちだね、うん。うん。そうだね。で、忘れた頃に届くでしょ。びっくりしちゃうよね。うん、俺、こんなの申し込んだっけみたいな。お前がないんですけどって連絡来ちゃったらどうする。ありえそうだよね。うん、まあ、いっか、その時はその時で、みたいな感じで。ね、まあまあ、そんなのも、今年はこう、もう動き出してますよと。うん、そん
な感じです。いろいろ指導してますね。してますね、うん、まあ、富樫さんとも打ち合わせ年末もしたかもしれないけどね。富樫さんカメラマンのほらマイフェイスとかさ写真パネルブルームルームスタジオブルームルームの富樫春正さん写真家のね、写真家の、うん、どこいろいろと、まあ、うちもホームページに勝手に使っちゃった一応なんか乗っけた後にこれ富樫春正って書かないとまずいかなと思って付け足したかのように富樫春正って書いといた一応ね富樫春正って名前宣伝してあげて、スタジオブルームルームね。本当、うん、一応写真富樫春正って書いといた、うんうん、書いてあれば多分大丈夫だから。あ、本当、うん、そうこれ見よがしに最初何も書かないでアップしてたの、うん、あ、これちょっとまずいかなと思って一応ね、一応宣伝してあげて、うん、まあまあそんなスタジオブルームルームの富樫春正さんの写真とともにね、うん、今年も頑張っていきたいと思います。あ、だって富樫さんうちの理事だから。そうだね、うん、マイフェイスマイスタイルの理事だから、うん、共に一緒にやっていきたいと思っております、うん、いやーそんなこんなで、はい、今日も新年第一発目ですが、ハプニングありーのハプニング満載の、そうですね、今年一年ハプニング続くのかね、ユースとあ、今年のユースはなんかすっごい超有名人とか呼びたいよね。誰呼んじゃう？誰呼んじゃうか。誰呼んじゃう？誰来てくれるかな、こんな。頑張るよ。頑張る、ね。もうこの。どれレベル？どれくらいレベル？小倉さんレベル？そのレベルがよくわかんない。そのレベルがよくわかんないよ。でもなんかこう。少なくとも全国区な人がいいよね。うん。特ダネとかで取り上げてほしくない？スッキリとか。何を取り上げんの？活動を？うん、なんか。ああ、いいね。うん、小倉さん。ダメかな。総口さんくらいだったら来てくれそうじゃない？わかんないけどね。うん。いいね。レベルがちょっとその辺のレベルがよくわかんないけど。どのレベル？どのレベルかな。老若男女が知ってる。どんなだよそれわかんない。わかんないけどなんかこう、うんとね、うん、どうしようかね、どれレベルにしようか。なんか笑点とか出てる感じ。笑点誰笑点に出てる小宇平さんとかそういうの、そういうレベル。わかんない。来てくれない。紅白出てる？紅白誰？紅白出てるレベル？紅白出てるレベルってどれくらい？紅白出てるって言ったらすごいレベルなんじゃないの？少なくとも全国の人が知ってる、うん、歌ってなくてもほら司会とかさ、 あとなんかあのゲストとか、あ、紅白の審査員に呼ばれるぐらいだといいよね。あ、まあ、何しろなんかあの辺にレベルとかねどんなレベルだよそれお、なんか普通に名前出ちゃってるけどこのレベルは。ああ、まあその辺はさらっと流すような感じでまあでもね、うん、なんかまあそういう人たちにも一緒にこの問題をこう考えてほしいなっていう、うん、そういう思いも込めてゲストに誰か呼びたいなと思っております。いいな、夢が膨らんできたな頑張ろう。すげえ頑張っちゃおう今年またね。でまあ一応ほら体が基本だからね。そうね、体調管理だけは気をつけないとね、うん、そうですね、風邪ひかないように。もう46だからさ、今年47になっちゃうから。30だからさ、31だよ。50だよ。下後にしたら50になっちゃうんだよ。ありえないね。なので体調管理を気をつけながらね、はい、頑張っていきたいと思います。思います。まあ、そんなマイフェイスマイスタイルですが、はい、一つお知らせがございます。ペラペラって言ったけど、まあ、今うちのホームページのトップページですね。トップページこちらをこうパッて見ていただくと、はい、こう何が出てきますか。右のちょい下あたりにこんなバナーが見えるじゃないですかこんなバナーね、これね、こういう可愛らしいこのマリンさんとノリさんがハートってやって作ってるこの写真のマイフェイスマイスタイルブログの下ですね、はい、そちらのこのこちらのバナーをこうクリックしていただくと、はい、ね、マンスリーサポーターっていうのを昨年末から始めました、はい、始めちゃいました。
始まっております。マンスリーサポーターなのでマイフェイスマイスタイルのぜひマンスリーサポーターになっていただきたいというそういった募集を現在しておりますのでよろしくお願いします。とりあえずクリックで、うん、なってあなた一月わずか1000円からサポーターになれちゃうのよ。なんでお得なんですとあなた一月1000円よ。1000円って言ったら何したら1000円になっちゃうの。何したら1000円。今日さっきオムライス食べたら1000円だったけど、オムライス1000円、うん、いいとこで食ってんだよ髪の毛だって切りに行ったらもう1000円なんて全然1000円カットとかあるね。1000円カットだね。1000円カット、うん、1000円カット1回行くの我慢すれば、うん、マイフェイスマイスタイルのサポーターになれちゃう。すごいね、うん、楽ちんだね。うん、楽ちんでしょ。1000円、うん、1ヶ月1000円ってことは1日なんと33円。クリッククリックで1日奥様1日わずか33円からマンスリーサポーターになれます。なんてお得。そんなお得な情報をこれからもお届けしていきたいと思います。ということでね、はい、本日のマイフェイスマイスタイルがお届けするジョコビッチの穴、はい、新年第一発目ボリューム130何だった2だったかしら。今日は132だね。ボリューム132をお届けいたしました。で来週が1月の17日なんですけれども、そちらはちょっと私もう他の活動が入っておりまして、所有が、はい、そちらの方の活動にちょっと駆り出されていくことになっておりますので、来週はごめんなさい、お休みとさせていただきます。すいません、ちょっと墨田区の NPO 活動の方に行ってまいりますので。なので、本年第2回目はその次の週1月の24日にボリューム133をお届けしたいと思いますね。今年から金曜日になりましたから、はい、今日から金曜日なので次は1月24日ボリューム133をお送りいたします。ということで本日の放送はこれにて終了。はい、はい、今日もありがとうございました。ありがとうございました。ということで皆さんもね、今年1年間良いお年をっていうのは大体、ね、お送りしましょういるんで、今年1年も皆さんによって良い年になりますような祈りを込めて頑張っていきたいと思います、はい、それでは皆さんまた再来週。
ゃ役に立たない昼間の男さ相棒は文句も言わず汗を流したら愚痴を言ってもお日様は沈まねえ、深夜0時のレストラン約束の深夜